どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本のプロデュースを手掛けております。はい、今回も出版就活生の方からのご質問です。新卒で出版社の契約社員になるのはリスキーでしょうかというご質問をいただきました。ありがとうございます。こちらもまた質問箱のいただいたんですけれども、あのですね、22卒の就活生の方で、内定出てるんですよね。で、とある小さな出版社に契約社員として内定をいただいたと。で、新卒で契約社員リスキーでしょうかと。なんとなく出版業界は契約社員の方が多いイメージがあるので、あまり気にしてなかったんですが、西浦様はどう思われるかお聞きしたいですということですね。で、何でしょう、確かに契約社員もフリーランスも多い業界なので、別に契約社員だからダメだとは思いません。全然いいんじゃないかなと思います。やっぱりね、編集者として多分働きたいっていう方だと思うので、ね、やっぱ社員として全然違う仕事をやるよりは、契約社員だろうがフリーランスだろうがアルバイトだろうが編集者できる方がいいんじゃないかなと思います。で、ただやっぱりそのリスキーかって気にされている通り、それはまあね、正社員に比べればボーナスの話であったり、いろいろね、有利不利で言うと不利な面もあるのは間違いないので、あなたが将来的に何でしょう、どうなりたいか次第じゃないかなと。フリーランスになっていきたいとかだったらもう全然関係ないと思うんですけど、最終的には例えば、正社員になりたいですとか、安定を求めるタイプ、悪いことじゃないんですよ。安定を求めるのは全然悪いことじゃないんだけど、その大手行きたいとかっていう思考があるんだったら、スタートは契約社員として始めるのはいいんだけど、どっかでステップアップというかね、転職して正社員とか、大きめの比較的安定してそうな出版社への転職っていうのは考えてもいいんじゃないかなと思います。実際出版業界って転職多いですし、移り変わるのは全然普通なので、業界内転職全然多いんで、実際、正社員として編集長とかやってる方で、もともとは違う出版社の契約社員だったとか、フリーランスだったとか、全然いらっしゃるので、僕の周りでもたくさんいますから、全然いいんじゃないかなと。で、契約社員とか、あとその小さな出版社って書いてらっしゃったんですけど、そういったところで要はちょっと不利だったり、大手とかに比べると安心感ないところっていうのは、予算とかもなくてほっといても売れるわけじゃない、営業さんも少ないっていうところだと、どうやって売れるものにしていくんだとか、どうやって企画通すんだみたいなところで、やっぱ皆さんね、自分の知恵を働かせなきゃいけないとか、なんとかしてこう成果出さなきゃいけないって必死に考えるんですよ。だから何もないところからどうやって価値を生み出すかとか、不利な状況でどう勝つかっていうのをやっぱ考えてきて試行錯誤してきた人がいるんで、結果ね、その転職されて大手とかにいる方でもヒット出してる人って、もともと中小出版社とか聞いたことないプロダクション出身の方結構多いんですよね。だからあなたのキャリアを考えた時に、その活躍したい、将来編集者として活躍したいって思ってるんだったら、僕は案外この契約社員であったり、そのおっしゃってるような小さな出版社っていうのは、個人のベースで見たらすごくいいスタートなんじゃないかなというふうにも思ってます。応援してますので、ぜひ活躍するすごい編集者になってください。はい、今回の動画以上になります。面白かった、役に立ったという方はですね、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメントも随時募集しております。この動画に関することはもちろん、出版に関することや、出版就活に関することでもご質問受け付けておりますので、お気軽にコメントください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。